皆さんこんにちは、JA 福島未来農業振興課大石と申します。本日は肥料価格高騰対策のご案内を申し上げます。当 JA では肥料価格の高騰による農家経営の影響緩和のために国が実施する肥料価格高騰対策事業へ申請対応に取り組んでまいります。支援の対象となる農業者肥料につきましては、農産物の販売実績がある販売農家、ただし自家的農家は対象外です。JA 以外の出荷のみの方、直売所や軒先再販売は、販売されていることが分かる書類を掲示願います。令和4年6月から令和5年5月に購入する肥料が支援対象となっております。本年の秋日と来年の春日はそれぞれ分けて申請をお願いいたします。本年の秋日、来年の春日の申請期間、JA の申請期限、支援金の交付につきましてはご覧になってください。 JA 福島未来では JA 以外から購入分も含めて申請対応いたします。支援の内容、価格低減の取り組みを行った上で前年度から増加した肥料費について、その7割を支援金として交付いたします。支払い事例として、秋日で100万円の場合は支援金は14万4千となります。申請の2つのステップにつきましては、申請手続きは次の通りです。準備資料を確認ください。申請ステップ1、価格低減計画書の作成、参考様式第2号、価格肥料低減計画書を記入提出いただきます。価格肥料低減に向けた取り組みを2つ以上取り組むことが要件です。申請ステップ2、肥料購入申請額の算出につきましては、JA 購入分につきましては農業者に準備していただく資料はございません。現金で購入した時のレシート等につきましては準備をお願いいたします。 JA 以外からの奨励金がある場合につきましては、奨励金が確認できる資料の準備をお願いいたします。化学肥料低減計画書の記入につきましては、記入例を参考にお願いいたします。実施するメニューにつきましては丸をつけてください。令和4年度、令和5年の取り組みには実施するメニューが2つ以上必要となります。15個の中からメニューを選んでください。水筒で 5メニューほど、園芸果樹で6件ほどのメニューを農協の方で推奨しますので参考にしてください。 Q&A につきましてお答えいたします。1番として、化学肥料が足りなくなる噂を聞きましたがどうなんですかということで、肥料メーカーや輸入業者の努力によりまして、当面必要な肥料原料は確保されているので安心していただきたいと思います。2番目の、化学肥料飼料用を実際に2割減らすことが支援の要件となりますかということで、化学肥料の2割低減に向けて取り組みメニューのうち2つ以上行っていただければ支援対象となります。3から6につきましてはご覧になっていただきたいと思います。説明会受付会を開催いたします。説明会受付会を各地区で開催いたします。開催日が決まり次第再度ホームページ等で掲載いたします。皆様に準備いただくものを確認の上、受付会場 A のセンターにお越しください。ここに書かれている3つの通りでございます。また農協 JA では申請も簡単なように JA 予約購入をお勧めいたします。詳しくは JA 福島未来各営農センターまでお問い合わせください。以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。